あらあら、はあ、はあ、ねえ、thank you.
しれないわね。Thank you.
飽きてきたものだ。ちょうどいい運動になるWe'll be right back.
ありがとうございます。押してね、しごきしましょう。
せーの。
っと楽しむ相手はいないのか。よしっと、これで本当に魔物はいなくなったわね。うん。さあ、早くあなたの大切な人のところへ。ありがとう皆さん、本当にありがとう。デルク様、王自ら兵を率い、我が娘を、そしてこの町をお救いくださるとは、わしは感無量でございますぞ。なんの、王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変な有様でな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを決して妨げてはならない。闇竜の目覚めは破滅の始まり。世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから、私覚えていて。不思議なこともあるのですが、我ら一族に伝わる伝承もこのお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど。自民党の不運や魔物たちの異変に闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。古い言い伝えゆえ、どこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。国王様。
Jangan lupa support channel ini dengan like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton.